すまんな、いらんとこ見せて。そういえば自己紹介がまだやってな。こいつは副部長のアマゾン。めちゃくちゃ危険生物だからあんま近づくな。体に酸の体液が流れてっからな、溶かされると。だから嘘の設定言うなや。水見転校生リベッジモンドだから。一瞬だった、瞬殺だった。それは昔ちょっとやんちゃしてた時期はあったけども、怖がらんでもええで。今はおとなしいもんや、ハムスターみたいなもんやで。地球上にんな凶暴なハムスターがいいってばーけ。よし、わかった、そこ動くな転校生ものかも。